ここから第一から第七の近人種ね七つの近人種についての説明です。第一近人種この人種はありエーテル人種と言われているこれは嘘です。あの肉体をちゃんと持っていました。四千万年四千万年前ですね。四千万年前に初めて人間として出現したのがこの第一近人種です。あのエーテル人種ではありません。第二近人種これはハイパーポレアス人種とも言われ、えー、肉体を所持して、えー、北の方にあるプラクシアという大陸に住んでいた。 これは僕はどこに住んでいたのかわかりませんが、第二金人種として住ん、あの。点線に入ったのは、ほとんどが、あの、エジプトの神々として、現在では、あの、知られている人たちだ。のはずなので。あの、本当に、この大陸だったのかどうか、ちょっと僕にはわかりません。ちゃんと調べてません。調べればわかります。第三金人種、レムリア人種とも言われ、レムリアオという大陸に住んでいた。第四金人種、アトランチ人種と言われ、アトランチ大陸に居住したということで。 よく言われているのがここですね、えー、アメリカ南北アメリカの大陸オーストラリア日本がここですけどここ日本を含んでこれがまあレムリア大陸あるいはムー大陸かなり巨大なあの島ですねこれがあの段階を踏んでどんどん沈んでいって。うん だからあの今こういう点在する島になってますけどあれはあの当時の山の上ってことですねで山の上のに逃れた人以外は助からなかったかあるいは周りにこう逃げた人以外は助からなかったってことでしょうね破局の時はね。でアトランティスってのはここにあったって言われててやはりここが沈む前にこうヨーロッパに逃げてきたってことでしょうね。学ではでではすすね第人種ですねアアトトラランンテティィスス人人人種種種第四この 第四婚人種を、さらに七つの亜人種に分けています。第一亜人種、第二亜人種、第七亜人種ですね。それに対して、えー、ルモハルワ族だとか、トラパトリ族とか、あとザーだっ,って、最後の七番目の亜人種がモンゴル族。だから、モンゴル人だとか、日本人というのは、モンゴル族だって、ここだっていうふうに考えてるんですね。だから、あの、われの、日本人の大半はアトランティスの末裔だっていうふうに、彼らは神智学とかだよ。 考えているということとですねところがヨーロッパ人のほとんどは次の第五根人種アーリアン人種だとで彼らはあの後の方が進化してるから俺たちが優れてるって考えているわけですね白人たちはね。自分たちが優れている,って考えてる、ね、で黄色人種黄色の人種は日本人含めてアトランティスの特に日本人はモンゴルの末裔だとモンゴル族の末裔だと、ね、彼らは古い人種だからレッド民族だって。 黒人は一つ前のレムリアもっと古いからもっと劣等座というわけ黒人はね劣等だってこんなん滅ぼしていいっていう <laughs> こういうすごい考え方してるわけ優勢思想の人たちは真相は違います真実を言うと日本人のほとんど全てははは割方はやはりアアーリアン人種です、はい、でそういうことを理解した上で、えー、私がですねあのこ,れこれがあまりにもめちゃくちゃなのでこういう概念がむちゃくちゃなので 実際にですね、あのこういった第一根幹人類、第二根幹人類って言ったさまざまな根幹人類がどのタイミングで転生に入ったかを調べてみました。そうするとこうなりました。第一根幹人類の第一ア人種として転生に入ったのが、えー、アフリカ神話で出てくるおにゃんこポンというね、えー、神様。地球に初めて自然進化で人類が発生して 最初に天聖に入ってきたっていうのは一番やっぱり先人切ってくるのが偉大な人たちなので彼らだったってことアフリカに入ってきたアフリカで神として崇められている人物なんですねで、あと第二亜人種第三亜人種ずっと見てみると2万年ごとに入ってきてますだからこの先人切ってツヤハイラとして入ってきたのが410万年前ですね。次に4800万,万年前 それから6 4 2でちょうど4,000万年前そして3,998年前と2万年ごとに下って新しいあのそ,のその一族がだーっと伝説に入ってくる彼らは後の時代にですね彼らの偉業をたたえてあの神々として祀られていますでオニャンコポンとかニャメニャンベは西アフリカの神ですアトランティスの時代になるとどうなるかっていうとここが秩序が完全に崩れますアトランティス人種ってのは本当だったら 今から1,000万年のその10万年の前後で入ってくるはずなんで一番最初のアトランティス人種はここは1,010 10万年前のはずなんで本当なら。ところが1,850万,万年前にサナトクマーラが地球上に転落してしまったために進化のち秩序がめちゃくちゃになってしまったんですね。